商店街の話題をお伝えしている大分ミッドタウンチャンネル、今回はアイプリモ大分店にやってきました。店長の平尾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。目の前には素敵なジュエリーたちがありますが、大体どのぐらいの種類あるんでしょうか？ご婚約指輪、ご結婚指輪でしたら主に150種類お取り扱いをしております。150種類、はい、本当に幅広いラインナップですよね。そうですね、銀座の本店をメインといたしまして、北海道から沖縄まで全国に73店舗を店舗展開しております。ブライダルジュエリーをメインにお取り扱いしている専門ブランドでございます。そんなアイプリモ大分店のおすすめの商品を今回はご紹介していただきたいと思います。はい、こちらがおすすめのご婚約指輪、ご結婚指輪のセットリングになっております。ヘラクレスっていう名前なんですね。そうなんです。どちらもヘラクレスという名前がついたデザインになっておりまして、全国のアイプリモの人気上位に、今もトップ3に常に入っているような人気のデザインになっております。見た目はすごくシンプルで可愛らしいんですけど、どんな特徴があるんでしょうか？パッと見シンプルなので、やはり一生ものとして飽きずにずっと使っていただけるのはもちろんなんですけれども、はい、実はそれぞれ細かな部分で非常にこだわりを持ってお作りしております。まずご婚約指輪についてご紹介させていただきますと、上から見るとシンプルなんですが、真ん中のダイヤモンドの下をご覧いただくと、小さなダイヤがありますね。王冠のようになった下の部分に小さなダイヤモンドが、どちらも3石ずつ全部で6石ぐるっと囲うように音にしております。パッと見シンプルなんですが、ちらりと見える横顔がすごくおしゃれにお付けいただけるというところも、やっぱり女性が好まれる部分かなと思います。はい、こちらは結婚指輪ですね。そうですね、はい、ずっと使っていただくご結婚指輪になります。つけっぱなしという方も多いので、はい、やはりシンプルでつけやすいというところをベースにしているんですけれども、まずこちらの女性用は、最近はやはり小さなダイヤモンドが少しキラキラっとしているタイプがトレンドなんですが、はい、派手にはなりすぎないように、こちらの指輪の丸みに沿って、実は正面だけではなく上からぐるっと回り込んで下までですね、たくさん実は指輪にダイヤモンドがついているので、手が動くとキラキラっとした輝きをお楽しみいただけるようになっております。角度によってこう楽しみ方があるんですね。お付けになってみますか？あ、いいんですか？よかったら、はい、今指によろしいですか？はい、うわー、すごい。あ、どの角度から見てもキラキラです。どの角度から見てもキラキラとしたダイヤモンドと、はい、プラチナの光沢感とどちらも必ず見えるので、はい、華やかさと上品さを兼ね備えたデザインになっております。そうですね、はい、つい手を動かしてずっと見てしまいますよね。とっても素敵です。じゃあ、ありがとうございました。男性用はどうしてもシンプルで何もないプレーなデザインになりがちなんですが、こちらはちゃんとお揃いと分かるように斜めのくぼみが結構しっかりと深く入れてあるのと、もう一つ特徴がありまして、女性用と揃えてしまうと可愛くなりすぎてしまったりもするので、男性用は実はちょっとだけ幅があり、アームの作りもソードアームといって少しだけ尖らせた、ほんの少しエッジをつけたデザインになっているので、男性の方にもかっこよくつけていただけるデザインになっております。男女ともに楽しめるデザインですね。こちらアイプリモ大分ブライダルジュエリー専門店ということですが、アニバーサルジュエリーも販売しているそうですね。はい、そうですね、あのベビーリングですとか、細身の重ね付け用のリング、あとはネックレスが非常に人気になっております。素敵ですね。その中でおすすめは？そうですね、こちらナシラというネックレスになっているんですけれども、はい、今すごく人気のバータイプの華奢なデザインのネックレスになります。5つもダイヤがついてます ね、 はい、真ん中のダイヤは意外と大きくて、キラキラっとした輝きもしっかり楽しんでいただけます。大きさが少しずつ異なるんですね。そうですね、真ん中が大きくてだんだん小さくなるようなセッティングなので、自然にもつけていただけて普段使いもしやすいかなと思います。どんな方
方がお買い求めになられますか。やはり奥様のお誕生日や結婚記念日なんかに旦那様がお求めになることが最近は多いですし、はい、こちらのデザインだとダイヤがちょうど5席なので、はい、5周年の記念にっていう方もいらっしゃいます。なるほど、やこれは喜びそうですね、はい。こういうタイプのネックレスってなかなかつけづらいんですよね。そうですね、はい、結構こうずっとつけられなくて人に頼んだりってあったりと思います、うん、はい、そのあたりも実はすごく工夫されてまして、はい、よかったらちょうどですねうちのスタッフがつけてるのでちょっといいですか。はい、今実は一番長い長さにしているんですけれども、やっぱりちょっとね襟元詰まると長すぎたりしてしまうと思うんですね、はい、でまずこのチェーンの先っちょの部分に平らなプレートがあるんですが、その下のボールの中にシリコンが入っていて、引っ張ると長さが自由に調整できるようになってます、はい、なので例えばなんですが、まあ、つけたままも手を後ろに回して意外とキュッとやるとちぎれずにですね、今随分と、はい、あ、長さが変わりましたそうなんです、短くなるので本当にお洋服に合わせてぴったりな長さで綺麗にお付けいただけると思います。つけたままでも調整できるんですね、はい、もう一点がやっぱり付け外しが見えないからこそしにくいっていうのがネックレスの悩みかなと思うんですが、こちらの細かい部分ですけれども見ていただくとちょっと特殊な作りになっていて、指を引っ掛ける部分平らにかなり分厚く作ってあるので簡単に、できますね、はい、首の後ろでも見えなくても結構出っ張りを感じて引っ張れば外れしたり止めたりできるようになっているので、うん、綺麗なだけじゃないというところがいいですね、はい、せっかく綺麗でも使いやすくないと出番も減ってしまうので、うんうん、ここもこだわりになっております、はい、実際にブライダルジュエリーを選ばれる方はどういうふうにご対応されているんですか。先ほどお伝えしたようにデザインが非常に多くて、はい、婚約指や結婚指は全部で150種類ほどございます。ですのでこちらもまだまだ一部なんですが、立ったままでは時間もかかりますし疲れてしまうので、皆様にお席を一つ一つご準備させていただいております。お二人にゆっくりかけていただいて、お飲み物などをちょっとお出ししながらゆっくりとご試着をしていただいております。大体皆様一組1時間から1時間半ほどは時間をかけてデザインを少しずつ選んでいただいております。本当に自分たちに合ったリングがここでは見つかりそうですね。そうですね、はい。一生の中でかけがえのないアイテムとなるブライダルジュエリー、記念のものだからこそ親身になって相談してくれるアイプリモ大分店にぜひお出かけください。